いやでも米塩はすごいよ。前寿司食い行って帰る時に外国人の観光客の人が2人来てさ、スマホバッて見せられたから、あ、もしかして俺はここで記憶を消されるのかなと思ったんだけど、よく見たらなんか私たちはタクシーでここまで行きたいですみたいなのが書いてあって、で英語でその Google 翻訳みたいなの見せられてさ、あ、やっべえ、これ答えられるかみたいになって、もう俺の英語力なんてもうリーグオブレジェンドの北米サーバーで鍛えられたもうネットスラングみたいなのしかねえぞって思ってたら、あ、もう横にいるコミュ障がスッと出て、もうペラ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 みたいな、もう、あ、これはこうすればいいよみたいな感じで、もうネイティブさながらの英会話を見せて無事解決したっていう、あれさすがだったね、かっこよかった。やっぱできる男は違うね。ドスボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。